紹介の、あのお電話やメールいただいたり、1枚50円がね、5万円 の, あの商売のね、値段になって帰ってくる、ブーメラン、これはがき1枚、それから僕は名刺交換始めましてって、ありがとうございますって名刺交換しましたよね、そしたらご縁が発生しました、ね、その小さなご縁を、仲良しでね、すごく深いお付き合いのご縁っていうのはね、10円っていうんですよ、重い縁と書いてね、でその10円にするためには5円かける10円イコール50円、だから50円切ってがいいね、小さなご縁を深い深い重なるご縁にするために、10円にするためにはかける、そうするね、かける、書くんですよね、はがきを書く、そうすると5円かける10で50円、そして50円切手がいるんやで、その50円の切手を、1枚2枚出すんじゃなくて、例えば10枚1日出したら500円かかるでしょ、そしたら5円が飛躍するんです、5円が飛躍、5飛躍ね、もうここで笑い入れとかなあかんやろ、ね、で笑いながらそのね、ご縁が飛躍する方法、あ、そうか、50円かける10枚の葉、1日50、10枚ずつ出せばご縁が飛躍するんだって、はい、笑いながら覚えてくれるわけですよね、そしたら、あの、ハガキなんか書く人じゃなかったのに、僕はハガキ書けるようになりました、10万円から言われて、ハガキ書くようになった、こんなこと、あんなこと、こんなことが起こりましたよ、みたいな、もう藤倉さんがいっぱい来たもんね、ねえ、もうその通りでしょ、そういう人がね、一人や二人じゃなくて、はい、もう100人単位で日本全国増えた、俺もう郵政大臣が表彰されてるこんだけ普及させた、そのご褒美でね、筆ペンも普及させたから、あの呉竹さんから新人ね、企業からご褒美やということで、ああいうチャンスいただいたんやと、僕は思ってるんですけどね、だから皆さんもね、その1000回の法則をね、はがきで、やってみられたらね、はい、なと思うんでね、そのコツコツ続けるコツ、見返りを気にしない、ね、そしてその、誰でもできるようなことを誰でもできないぐらい1000回ぐらいやりましょう、ね、そのはっちゃんマンのそのコツコツ続けるコツ、はい、それちょっとあの皆さんにもね、メッセージでね、はい、ちょっとどうやったら続けられるんですか、そのはっちゃんマンが毎日続けた福祉ハガキの、はい、が生まれたはっちゃんマンの文化、はい、そうですね、まずは、カウントできないと、その先ほどのゲスト の内田さんのありがとうカウンターでも出ましたけどね、カウントできないとなんか自分のモチベーションって上がらないんですよ、そうですね、頑張ろうって言っても、はい、どこまで頑張るか分かんないんで、はい、私の場合には1日1枚以上っていう数字を決める、はい、で決めたら今度はそれを宣言しちゃう人に、私は結構講演するんで、私が名刺もらったら全員書きますよと言って、これはその自分にプレッシャーかけてるんですね、あ、なるほどね、人と約束することによって、はい、本当にこの人書くのかって言ってで名刺交換並ぶんですよ、はい、本当に来るかって、はい、でそれによって自分にプレッシャーかけてやっていくと、はい、まあ、あと最後はこうやっぱ楽しまないと、自分でこう自分にご褒美をあげるみたいな、1000枚いったらこうしようとか、1万枚いったらこうしようみたいな感じの、なんかそういう自分の中の楽しみを見つけていくと、まあ、続けられるかなっていう、なるほどね、その3つね、はい、カウントすること、はい、それから、1日1枚、続けること、はい、でそしてその宣言することね、はい、約束することね、はい、そして、楽しむこと、この、続けるコツコツ続けるコツ3か条、はい、はっちゃんまん編、はい、ぜひ皆さんね、はい、やってみられたらいいかなと思います、はい、僕もねその第1のコツ、うん、カウントするというね、そのカウントってやっぱり人間は、あ、僕は受験してる、今日は3時間勉強したら、その、今日勉強した3時間っていうのをね、下山手帳に書くね、そしたらその累計勉強時間が、358時間になってきたとか、その積み重ねてきた練習の量とか勉強した時間の量が自信につながりますよね、だから僕は下山手帳に今日書いたハガキの数何枚という欄があるんですよ、で、平成何年24年度累計何枚って毎日カウントする欄をちゃんと作ってね、感謝タイムにしたか、今日は55枚書いたって、今日書いたハガキの数55枚、そして、
今年の累計枚数は864枚、うん、今年の累計年末で2985枚になってきたみたいなね、うんうんうん、その書いてきた累計枚数を見るとすごく自分の自信になるし、うんうん、こんな俺、三日坊主の俺が、うん、こんなに続けれるんだよって、うん、で一つの自信になるとまた新しいこと始めても、うん、あまたこう一つぐらいは成功するんちゃう、うん、今までなんか中途半端ばっかりの人生やったけど、うん、一つぐらいはがきで 1年間1000枚ぐらい書きたいな、うんうん、そういうのが成功したらお結構俺いけるんやって、うん、ね、自信につながると、うんね、皆さんでもこれぜひやってもらいたいですね、はい。